さんこんばんは。決議文、本日沖縄祖国復帰40周年記念祝賀国民大集会において、我々は支那の謀略により、安全保障の要である沖縄を奪われるという国家存亡の危機に直面していることを確認した。支那とその手先の日本人は、沖縄祖国復帰前から沖縄県民の愛国心を利用して反米運動を展開してきた。日米同盟に亀裂を打ち込んだ普天間基地問題はその延長線上にある。このような安全保障上の危機にあるにもかかわらず、外務省は昨年7月1日、15日間だった支那人観光客ビザの有効期限を3年間に延長し、沖縄を支那工作員の玄関口として大きく門戸を開いてしまった。さらに集団自決の軍命令を捏造することにより、同じ日本民族を被害者と加害者に仕立て上げて分断を図っている。さらに支那のマスコミは、琉球人民の独立運動は本格化しており、中国はその独立運動を支援すべきだなどのプロパガンダを発信し、中華琉球民族という言葉が頻繁に使われるようになってきている。支那は尖閣に続き、沖縄列島全部を我が物にしようとしていることは明白である。我々はこのような策謀を日本民族の誇りにかけて粉砕し、沖縄を二度と他国の植民地にしないことを固く決意するものである。今年の秋、天皇皇后両陛下の行幸啓のもと、豊かな海づくり大会が糸満市で開催される。我々は天皇陛下と祖国日本と沖縄は一体であることを内外に鮮明する。そしてこの一体感こそが祖国日本を守ることであるということを固くかみしめ、以下の4点を決議する。1つ、今年秋沖縄で開催される豊かな海づくり大会に行幸啓される天皇皇后両陛下の工芸事業を大成功させるよう、全国から物心両面の支援を行う。1つ、今年5月沖縄で開催予定の沖縄祖国復帰40周年大会を沖縄県民とともに大成功に向けて推進するとともに、全国各地から積極的に参加する。1つ、石原都知事の尖閣列島買い上げ都有地編入を断固支持し、さらに尖閣への自衛隊配備を要求する。1つ、沖縄を利用した支那人観光客数字ビザと一国二制度の危険性を訴える活動を全国レベルで展開するとともに、間接侵略を阻止するための対策法整備を行うよう、国会議員へのロビー活動を展開する。平成24年4月21日沖縄祖国復帰40周年祝賀国民大集会参加者一同、皆様の拍手で開催しております。ありがとうございます。ここでですね